マギンダナ王国は、かつてフィリピンのミンダナオ島西部にあったイスラム教国。16世紀の初頭以来ミンダナオ島に勢力を持ち、マラウィを首都として、スペイン人による植民地支配を退りけてきたが、19世紀にスペイン領東、インドに征服されその一部となった。17世紀の前世紀には、ミンダナオ島全域及び、周囲の諸島を支配した。 マギンダナオ王国の歴史的影響は、ミンダナオ西南端のサンボアンブ半島から、ミンダナオ南部のサランガニにかけて残り、一帯はフィリピンでもムスリムの多い地域になっている。またスルタンたちの名はスルタンクダラット州やシャリフ、カブンスワン州など自治体の名になっている。16世紀、マレー半島南端のジョホールの人物であった、シャリーフムハンマドカブンスワンは、 フィリピン諸島南部に来航して、イスラム教を宣教した。彼は、地元のマギンダナオ族の姫と結婚し、マギンダナオにスルタン国を確立した。スルタン国は、コタバとバレエに拠点を持ち、その農業力を背景に反映した。アラビア語を公用語として使用したほか、公益用語であるマレー語、地元の言語であるマギンダナオ語やマラナオ語などを使用した。 1619年から1671年にかけて、スルタンの地位にあったムハンマド・ディパトゥアン・クドラットラー、ナシルッディンの時期、マギンダナ王国は、ミンダナオ島の北部、及び、周囲の諸島やビサヤ諸島の一部までを征服し、ミンダナオ島全土を支配する、最盛期を実現した。クダラットは、ミンダナオを征服しようとした、スペインの軍を破り、スペイン人を呼び、 オランダ人と交渉して、ミンダナオにおける、マギンダナオの主権を認めさせた。1645年6月25日には、時のフィリピン総督、アロンソ・ファファルドと講和条約を交わし、マギンダナオ王国内のキリスト教徒に対する、聖職者派遣や、教会混流、スペイン植民地とする丹僚の間の貿易などを認め、この和平は再びくだらっとが、 ビサヤ諸島へ攻撃するまで続いた。スペイン人に負けなかったクダナットは、現在では、フィリピン市の英雄の一人とみなされている。その孫である、アブドアル・ラーマンも、マギンダナオの支配を維持したスルタンとして知られる。しかしながら王国は、ミンダナオ島を植民地化しようとする、スペイン人の勢力に押されコタバト周辺に細々と存続するまでになり、19世紀後半には、 スペイン領フィリピンの一部となった。ありがとうございます。